浦和レッズのディフェンダー酒井宏樹は7月8日に行われた J1 リーグ第20節 FC 東京戦で東京のディフェンダーエンリケ・トレビサンとの競り合いで負傷。その試合後に発した批判的なコメントに注目が集まった。負傷シーンは前半3分、ハーフウェイライン付近でトレビサンと空中で競り合い、酒井はバランスを崩して着地、ピッチにうずくまりそのまま交代となった。試合開始直後だっただけに浦和にとっては痛手だった。酒井はこの接触負傷に関して試合後のインタビューで、ヘディングで競るときにボールを見ないで俺だけに当たってくるのはやめてほしい、ジャンプしている体勢の人にぶつかるのはフェアではないと思うとコメントし、トレビザンを攻撃するようにメッセージを送った。これに対してはネット上では様々な意見が上がり話題に。そんな中、酒井は自身のインスタグラムのストーリーズを更新。選手、スタッフからフェアな競り合いだったと聞きました。大きな誤解をしてしまいました。エンリケ選手とは試合後お話しし、お互いのこれからの検討を伝え合っています。今回の負傷は競り合いの中でただ僕が怪我をしただけです。エンリケ選手のご友人の方などには嫌な思いをさせてしまいましたことを謝罪させていただきますとコメントし、あくまで自分が怪我をしただけだと謝罪している。